なんかお前熊できてね。小太郎ちゃん、今夜うちでお泊まりしない？私、今日休みなんだ。あ、そうだ。銭湯も一緒に行こう。私の部屋シャワーだけだし、洗いっこしよう。水木さんちでお泊まり、いいな。女性のお誘いを断るわけにはいかぬな。よし、決まりね。 じゃあ、そろそろ寝よっか。うむ。よし、腕枕しよう。あ、そうであるな。お？よし、よいぞ。かわいい。寒くはないか？平気。小太郎ちゃんは腕しびれない？うむ、なんてことはない。眠れそう？そうだな。 こいつ、なんで熊が濃くなってんの？一晩世話になったな。うんうん、楽しかったよ。お前、変なことしてねえだろうな。うーん、失敗したかな。いや、多分なんだけど。お前、怖い夢のせいで寝れねえんだって。水木さんが小さい頃同じようなことがあったから、一緒に寝れば少しはいいかもと思ったんだと。 バレていたか。男として情けないぞよ。怖い夢を見たくなくてな。そうか。まあ、夕べは夕べである意味寝れずにいたが、人生初の腕枕はいろいろ大変であった。でも、暖かかったな。そして良い匂いがした。だろうな。 あの香りを思い出しながら眠れば良い夢を見られるであろう。やっぱ男はみんな変態だよな。